こんにちは、山本秀樹と申します。僕は、店舗の設計の仕事をしています。で、僕自身、聖子塾で学んだこと、一番大事なことを学びました。信念です。僕は、事務所を、立ち上げて3年、4年目なんですけども、やりたいことで、できることっていうところまでは、あったんですが、やるべきところまでっていうところを学びました。それで僕自身信念ができました。信念ができることで、ブレずにお客様にもいろいろとお話できて、そして、お仕事のご依頼もいただけるようになりました。ぜひ皆さんも第3期聖子塾で、信念について学んでみてはいかがでしょうか。お待ちしております。